サップ岬の,のサップ岬のいちのサップ岬のいちのサップ岬の日のサップ岬前景のサップ岬は、北海道根室市にある岬である。根室半島の先端、統計145度49、北緯43度22に位置する。離島を除けば、日本の本土最東端にあたる。このため、一般人が訪問可能な日本最東端地点である。なお、読み方が似ているのシャップ岬は、 北海道稚内市にある岬である。地名の由来はアイヌ語のノッサムから、本来は岬の傍らにあった集落の名前である。根室市に所属し、御用、埋水道を挟んだ海の向こうには現在、ロシア連邦の占領、実効支配が続いているハボマイ群島、さらにはクナシリ島を望む。ハボマイ群島、 海殻島までは3 7トル、水晶島までは7トルしか離れておらず、肉眼でもその姿を見ることができる。また、ロシアの巡視点が、海上に頻繁に姿を現す。ノサップ岬灯台のほか、冒険の岬公園、四島の架け橋、北方館、冒険の家、冒険の塔といった、いわゆる、北方領土関連の施設が多く設けられ、下記は、 多くの観光客が訪れる。8月の月平均気温が摂氏16.5度と全国で一番低い。月平均最高気温は摂氏20.2度と日本一の低さではないが、北海道でも夏が寒冷な地域の一つとなっている。元旦には北海道一早く初日の出を拝める場所として、のサップ岬初日参りが行われ。 日の出の時刻に合わせて JR 根室駅前発着の臨時バスも運行される。北方館並びに傍教の家2階には無料の望遠鏡や双眼鏡が設置され、ここから海殻島の灯台や水晶塔の上に設置されたロシアの監視塔やレーダー施設を見ることができる。この辺りの海域は日本海域とロシア海域が共に200海里を取ることができない海域のため、 ノサップ岬とハボマイ群島との間に事実上の国境線である日露中間線としての部位が設置されている。日本漁船がこれを超えて密漁したためにロシア側に打捕される事件や北海道海面漁業調整規則違反で逮捕される事件がたびたび起こっている。ノサップ岬灯台の沖合には2003年4月18日に座礁した。 ロシア船が岩場に乗り上げたまま放置されており、その様子はのサップ三崎東大ライブカメラで逐一、観察できるようになっている。四島の架け橋と祈りの非世界平和と、いわゆる、北方領土返還を記念するために作られた、シンボル像。高さ13メートル、底辺の長さ35メートル。建設が決定してから3年の歳月を経て1980年9月27日に、 竣工した特殊対抗性後半性四島とは、くなしり島、エトルフ島、シコタン島、ハボマイ群島のことを指す。像の下には、祈りの日と呼ばれる天下灯台があり、常時火が灯されている。四島の架け橋横に、訪問者の城剤を募るポストが併設されている。ノサップ岬の空中写真。この画像は、髪型が北北西方向である。 国土交通省国土画像情報をもとに作成。1978年撮影の3枚を合成作成。ノッサップ岬景観。4棟の架け橋の右にある白く四角い建物が北方館。白く丸い建物が傍郷の家。傍郷の塔は画像外左側。ノッサップ岬灯台は画像外右側にある。ありがとうございます。